オズボーオン・レイノルズはアイルランド生まれのイギリスの物理学者。流体力学を理解する上で重要な貢献をした。さらには、個体と流体間での熱伝導に関する研究では、ボイラーとコンデンサー設計において改善をもたらしている。オズボーオン・レイノルズはアイルランド北部のベルファストで生まれ、イングランド東部のエセックスにあるデダムという村へ出生直後に両親と共に、 移り住んだ。父は学校長と牧師を兼務し、数学に造形の深い有能な数学者でもあった。父は農機具の改良についてのたくさんの特許を取得し、息子であるオズボーンは少年ながら、父のチーフティーチャーとなりながらも父を信頼していた。またオズボーンは若い頃から力学の研究に関して適性と好みを示していた。 大学入学前の年代にあたる10代後半には、ストーニーストラットフォードにある造船工場として知られていた、エドワード・ヘイズの工房で見習いとして働いている。ここで彼は製造業での実用的な経験を積むことで、早くから流体力学を理解するにあたっての実用的な意義について認識する。さらにその後、ケンブリッジ大学のクイーンズカレッジに入学し、 数学において、第7レーングラーで1867年に卒業しているが、クイーンズカレッジを卒業した年、ロンドンのクロイドンの土木会社で、月水道関係の土木技師として再度見習いの職を得ている。その後彼は、ケンブリッジで数学を研究することを選択しているが、その理由について1868年の教授職への応募の中で次のように記述している。 私の中の最古の記憶では私は科学を基礎とする力学と物理学の法則への抑えきれない衝動を持っており、様々な機械的な現象に対する私の興味は数学の理解が必要不可欠との認識へと至った。1868年に彼はマンチェスターにある応援大学の工学教授に指名され、その年にイギリス大学史上初の工学教授の一人となり、 工学教授の称号を得ることとなった。この教授職はマンチェスター地区の製造工業のグループにより新たに用意され財政的に賄われた。そのグループが主要な役割を果たすことにより25歳のレイノルズがその教授職を得ることとなった。こうしてレイノルズは職歴の残りを応援大学にて在籍。なお、同大学は1880年には ビクトリア大学の厚生大学になっている。彼は1877年に王立協会会員に選ばれ、1888年にロイヤルメダルを授与された。1905年に退職している。配管での流体力学についてのレーノルズの実験、レーノルズの実験での流れの性質についての観察、レーノルズは配管内の流体の流れが、 総流から乱流へと遷移する条件について研究したことで有名である。これらの実験から動的相似性についての無次元のレーノルズ数への発見へとつながった。レーノルズはさらに乱流における速度などの物理量を平均量と変動量の和として表現する乱図として知られている手法を提案している。彼の流体力学の論文発表は1870年代初期に 始まっている。1890年代中頃に提案された彼の最後の理論モデルは今日でもなお利用されている標準的な数学フレームワークである。彼の革新的なレポートのタイトル例として次のようなものがある。流体力学へのレイノルズの機構は船舶設計に関してはなおも続いた。船の小さなスケールモデルを作成し、 実際図の船への有用な予測データを抽出する。機能は重力波のエネルギーと電波についてのウィリアム・フルードの理論とともに、レーノルズの乱流原理を摩擦抵抗計算へ応用している実験者に直接的に依存する。レーノルズ自身は船舶設計に関する多くの論文を保有しており、造船協会論文集に発表されている。レーノルズは約70もの科学。 工学研究士に寄稿している。研究の総仕上げとして、研究は参巻からなる論文集という形で再発表されることとなった。カタログと概要については、およびを参照。論文に記載されている研究範囲は、熱力学を含む流体力学、機体の分子運動論、蒸気の濃縮、スクリュープロペラ型船舶推進、タービンタイプ船舶推進、油圧ブレーキ、 流体潤滑、ジュール熱の仕事投量の測定を改善する実験装置が含まれていた。レイノルズは1880年代に研究した課題の一つは、ダイラタン身材料を含む粒状材料の特性だった。1903年に宇宙のサブリ学という250ページもの本が紹介され、基地の通りその本の中で彼は、すべての物理的形跡を説明できるように、 粒状態の力学を一般化しようと試みた。彼のアイデアは理解したり、評価することが極めて困難であり、ほとんどの場合には、同時期に他の物理学の発展にとって変わられた。ありがとうございます。